中学生までにさせるべき経験トップ5。はい、みちゃまです。今日はですね、これをさせておくだけで、その後の人生ですね、お子さんの人生が大きく飛躍するよっていう経験を5つね、紹介したいと思います。まあ、1つでもね、させておくことで、本当にですね、まあ、中学卒業後、高校、大学、それから社会人になっていくときにね、絶対、あの時にあれやっといてよかったなってね、お子さんが思っていただけると思います。ただ、何にもね、今日お伝えする5つのこと何にもやってなかったら、多分、将来ね、中学校の時こういうことやっておけばよかったなってきっとね、後悔すると思うんですよね。まあ、このチャンネルを見てくださっている方のお子さんにですね、まあ、そういった後悔が起こらないように、今日はこの大事な5つをね、紹介していきたいと思います。まあ、できれば中学生のうち、まあ、遅くとも高校卒業ぐらいまでにこの5つをね、やっておいていただくと、本当にお子さんのね、未来明るくなると思うので、ぜひね、参考にしてみてください。で、5つはね、ランキング形式でね、いきたいと思います。じゃあまず最初はね、第5位からいきますね。こちら何かというと、親友を作るです。親友を作る。うん。これどういうことかというと、人間ね、まあ、いろんなタイミングで友達ってできますよね。小学校でも、まあ、もちろん幼稚園、小学校、中学校、高校、あとは社会人になってから、うん。まあ、いろんなところでできると思います。で、まあ、それぞれね、すべての友達大事だと思うんですが、これあくまでも僕の経験上です。僕の経験上、やっぱり小さい頃にできた友達の方が、確実に仲良く、なれるんですよ。これどういうことかっていうと、例えばじゃあ今ね、じゃあお子さんがね、20歳になったとします。この時に、小学校からの友達っていうのは、まあ小学生が例えばじゃあ12歳だとしたら、もう、8年間、まあ小学校6年生の時にできた友達だったら8年間の関係ですよね。でもこれが例えばじゃあ大学生、大学1年でできた友達だったら、まあ18歳だと思うので、2年間の友達ですよね。まあどっちの方が、まあ、信頼できる友達かって言ったら、それは長い期間ずーっと一緒にいる人の方が、やっぱりね、深い仲になる可能性が高いんですよ。もちろん絶対ではないです。うん。両方比べた時にね、やっぱり、中学校よりの友達よりも大学の友達の方が合うって子もいるので、100% ではないんですが、僕の経験上、やっぱり長い期間の友達の子の方が、やっぱりね、深い関係になる可能性があるんですよね。なので、できれば中学校、まあ遅くでも高校生ぐらいまでに、本当にこのことはね、もう、なんかね、この子がもし困っていたらね、自分はね、もう何が何でも助けてあげるっていうぐらい思えるぐらいの親友を一人でも作っておくと、その後の人生でね、必ずね、楽しくなると思うんですよね。まあ、なので部活、クラスの友達、あとはね、まあ、家の近所の友達とかね、もう本当に誰でもいいので、うん、まずはそれをね、お子さんに、ね、作らせてあげるようにしてください。で、まあ、なかなかね、友達関係がうまくいかないっていう、ね、子もいらっしゃると思います。特に今コロナなのでね、そういった子も多いと思うんですが、その場合は、まず学校の先生にね、相談してみてください。うん、僕も教員だったのでわかるんですが、間に先生が入るだけでですね、結構友達関係うまくいったりするんですよね。まあ、僕も実際にクラスで一人ぼっちになっていた子にですね、まあ、こういろいろこう話しかけて、言った結果、この子一人ぼっちになってるけど、なんかこっちのこと気合いそうだなと思ってですね、ちょっとその子も呼んでですね、3人で喋っていたことがあったんですね。それ続けていったら、この2人が結構親友になってですね、うん、本当にずっと一緒にいるってことがね、何回もあったんですよ。この子先生ってね、いろんな子たち見てるので、この子とこの子合いそうだなっていうのを上手にくっつけてくれたりもするので、うん、ぜひね、困った時は一回先生に力を借りてみるといいと思います。次、第4位いきますね。こちら何かというと、非日常体験です。非日常体験。どういうことかというと、まあ中学校のうちはまだいいんですが、高校卒業したらですよ、基本的には自分は将来どういう道に行くのかっていうのをある程度決めないといけないんですよね。例えば、なんかじゃあ、経済とかお金を稼ぐとかそういう系が好きだったら、例えばじゃあ経済学部に行こうかなとか、なんか料理とかがね、好きだったらなんかそういった調理師学校に行こうかなとか、うん、なんか、服とかね、そういったアパレルとかそういうのが好きだったら商業系とかね、なんか被服科とかそういった方に行こうかなとかっていうのをある程度高校卒業のタイミングで決めないといけません。もちろん早い子はね、中学校卒業のタイミングでもう学科を選んで決めちゃうんですけど、うん、まあ、なのでできれば高校生までにそれ決めないといけないんですよ。で、この時にじゃあどうしたら決められるかっていうと、基本的に人間はですね、それまでにしてきた経験の中から自分はこの経験が楽しかったからこっちの方向に行こうかなっていうのを決めます。つまり何もね、まあ普通の生活しかしてない子、例えば学校、塾、まあ家の往復しかしてない子だと、まあ、そこの中から見つかる方向性って、学校の先生か、もしくは、塾の先生か、学校でたまたまやってる部活に関することか、まあそれ、もしくはお父さんお母さんの仕事かぐらいな、そのぐらいの範囲でしか将来の方向性って見つけられないんですよね。でもここで例えばですよ、じゃあ、おじいちゃんに連れられて釣りに行った子とか、あとおばあちゃんのね、なんか影響で、なんか、
じゃあ料理を作った子とかがもしいたとしたら、その子はその今言ったね、部活とかの塾とかそれ以外に、例えば釣りに関すること、例えばじゃあ釣りのね、なんか器具を作っている会社で働くとか、もしくは漁師になるとかね、水族館で働くとかいうジャンルとか、あとはおばあちゃんから教わった料理に関する言葉、ご飯を作るねコックさんになるとかっていうところまで含めて、一番楽しかったところから選べるようになるんですよ。ってことはですよ、確率論的にいろんな経験を積めば積むほど将来やりたいことが見つかる確率ってやっぱ上がっていくんですよね。なのでできれば中学生のうち、まあ遅くても高校生ぐらいまでに、まあ、いろんな経験を積ませてですね、やりたいことを見つけておくといいと思います。別にそれはですね、外に出て何かやるとかじゃなくて、もう極端な話、もう大好きな漫画を1000冊読むとかでもいいんですよ。でそうするとですよ、漫画1000冊読んでいたら、その中にですよ、なんか例えばね、じゃあ料理系の漫画もあれば、なんか海賊の漫画もあれば、なんかいろんな漫画ありますよね。でその中に例えば1個ぐらい面白そうなジャンルがあったら、それに興味を持つかもしれませんし、もしくは漫画を書くってことに興味を持つかもしれませんですよね、うん、だから本当に外に出るだけじゃなくて、家の中でできることとかもいろいろあるので、うん、こういった非日常体験っていうのをいろいろさせるっていうのもね、一つおすすめです。次サイン、こちら何かというと、恋愛です。うん、恋愛。まあ、恋愛はね、結構賛否両論あってですね、まあ、お父さんお母さんによってはね、まあ、学生のうちは恋愛なんかしない方がいいって方もいらっしゃると思います。まあ、そういったね、考えだったら別に無理にさせる必要はありません。まあ、僕はどちらかというと、学生のうちに恋愛をすることは賛成派なので、この話をしてるだけなのでね、まあ、ここはご自身のね、考えに当てはめて考えてみてください。もし、賛成派だったら、やっぱ恋愛はね、たくさんさせてあげた方がいいと思います。というのも、なぜかというと、小さいうち、特にね、中学生、高校生ぐらいまでに恋愛をさせておくと、異性とのコミュニケーション能力が格段に上がるんですよね。これね、お父さんお母さんだったらわかると思うんですが、ちょっとね、会社とかをね、見渡してみてください。もう異性とのコミュニケーションがすごく苦手な人っていますよね。うん。その方たちが全員そうかはわからないんですが、まあ、大多数はやっぱり小さい頃に恋愛をしてこなかった子の方が多いんですよ。一方、小さい頃にね、なんかね、恋愛ばっかりしてね、なんかね、お前また彼氏できたんかよ、みたいなこと言ってる子とかの方が、やっぱ社会に出た時に同じようにね、異性とのコミュニケーションとかもうまくいくんですよね。で、それは同時に異性だけじゃなくて、同性とのコミュニケーション上手にもやっぱ繋がっていくんですよ。うん。まあ、なので、やっぱり小さいうちにね、まあ恋愛をさせておくっていうのはね、一つね、大切なことなのかなと思います。まあもちろんね、まあ中学生のうちなのでね、やっぱり、中学生、高校生なのでね、どこまで行ってもいいかっていうラインはあると思います。だからそこはお父さんお母さんがね、まあ好きな子を作るとか付き合うとかいいけど、これ以上はダメだよってことはね、ちゃんと伝えておくことが大事です。そこだけちゃんと守っていれば、別に大きなトラブルとかになることもないと思うのでね、うん。ぜひ恋愛はね、積極的に応援してあげた方がいいと思います。次、第2位ですね。こちら何かというと、何かを極めるです。何かを極める。うん。どういうことかというと、まあ、お子さんね、小さいうちからいろんな経験してきてると思います。例えば、部活、習い事、クラブチーム、勉強、何でもいいです。この、何でもいいので、何かを一つ極めたっていう経験は、将来必ず行きます。例えばね、よくあるのが部活ですよね。お子さんは小さい頃から野球が好きだったと。で、小学校の時に野球のクラブに入っていて、中学校でも野球部に入ってってやると、まあ、4、5年間ずっと野球をやってきたってことになりますよね。で、別にそれでプロになる、ならないとか、なんか、レギュラーになる、ならないとかはどうでもいいんです。そうじゃなくて、長い間一つのことをやってきたっていう経験が大事なんですよ。で、そうすると何が起こるかっていうと、例えばじゃあ5年間何かやってきたとしたら、その間に必ず辛い経験とかありますよね。それを乗り越えるからこそ5年間続けられるわけですよ。だからこの経験の中で、やっぱり実際にね、こう、いわゆるやり抜く力、最後までめげずにやり抜く力がやっぱ育まれていきますよね。実際にね、2年以上同じものを続けていた子の方がやり抜く力が高いっていうデータもね、出てます。うん。だからやっぱ何かをずっと極めるために、ずっとコツコツやり続けるってことも、ね、やっぱ経験として大事なんですよね。もちろん、やりたくないことをずっとやっててもダメですよ。だから早い段階でなんか楽しいことを見つけて、それを続けていくっていう経験は、やっぱその中でね、まあ本当に何かを乗り越える力ももちろんつきますし、あとは、この、やっぱりね、例えばじゃあ、部活が分かりやすいので部活で説明すると、例えばじゃあ野球をやってた時にですね、なんとかレギュラーになろうと思っていろいろ試行錯誤しますよね。で、仮にレギュラーになれるなれない、どっちでもいいんですけど、この試行錯誤の過程もやっぱり、ね、すごく、いい影響があるんですよ。うん。まあ、なので何かをね、極める、お子さんの好きなこと、習い事、部活なんでもいいのでね、うん、そういったことはぜひね、極めるように応援してあげてください。そして第1位、こちらは何かというと、家族旅行です。どういうことかというと、まあ、高校生、大学生になってくるとですね、どんどんね、忙しくなってきます。忙しくなってくると、家族で過ごす時間ってなくなってくるんですよね。うん。で、まあ、高校卒業した後ってね、じゃあ次にできる家族の時間ってどれぐらいかっていうと、おそらくですけども、結婚して、子供もできて、で、おじいちゃん、お
ワンちゃんと一緒に過ごす時間みたいな風になってくるんですよ。つまりかなり空白の時間が空いちゃうんですよね。うん、ましてや将来、ね、結婚とかしなかったらもしかしたらもう一生そういう時間って来ない可能性すらあるんですよ。うん、だからやっぱりね、中学生ぐらいまでのうちに、まあ、家族の関係がねいい時に家族で思い出を作っておくってことはね、まあ、子供にとってもお父さんお母さんにとってもね、これはすごく大事なことかなと思います。やっぱ子供がね将来大人になった時に、例えばじゃあなんか病気でもし亡くなることがあったとします。この時にですよ、あ、俺はね、あの中学校の時にお父さんとどこどこ行ったな、お母さんとどこどこ行ったなって思い出がちょっと残ってるだけでも、やっぱその子からしたらすごくね、幸せな人生だったなって思えるんですよね。でもこれが全くなかったら、なんか俺今いろいろね、勉強とか頑張ってきたけど、家族の前なんもなかったな、なんかこれはちょっと寂しかったな、みたいなやっぱ後悔が残っちゃうんですよね。うん、だからやっぱり、まあ小さいうちからね、そういった思い出をいろいろ作らせておいて、そしてね、なんか本当にね、80歳、90歳でしょ、将来この世を去るときに、あ、俺の人生楽しかったなって子供が思ってくれたら、まあ、子育てとしては僕は成功だと思っているので、ぜひね、家族の思い出を作るっていうのもね、まあ、一つ経験の中に入れていただくといいかなと思います。ということで今日はね、中学生までにさせておきたい経験トップ5についてお話ししました。もしね、一つでも今できていないことがあったらね、ちょっと意識してやってみるといいかなと思います。